皆さんこんにちは、フクロウです。今回はアナザーエデンの導きの果実と幻影の迷い子のラスボスマザーをね、倒していきたいと思います。こちらの敵ですね、注意しなければならないのが、生体をね、調整すると、その次のターンね、全員が寝てしまうということになるんで、睡眠の対策は必要と。これですね、これで寝てしまうと。あとですね、周りのこの 2個のね、機械が存在する限り、マザーはね、無敵になっているので、ダメージが通らないというところをね、注意して戦う必要があります。こういう場合はですね、対策が2つあって、片一方ずつね、ちょっとだけ残して、最後ね、一気に壊してしまうか、全体攻撃でね、両方とも同時に壊すかという形になります。で、私はね、2つ壊れた後に、これね、マザーの攻撃に備えて、全体攻撃じゃなくてね、片一歩ずつ壊していくというような形にしています。で、今ですね、片一歩壊れて、ちょうどね、全員寝ていない状態になっているので、ここがね、すごくチャンスなわけですね。で、念のためね、マザーに防護服を打っておいて、で、片一歩の機械を壊してしまうと。で、エイミのね、バフをかけて、で、ここでね、マザーが、制御不能になるという形になります。で、ちなみにですね、今システムオーバーロードをしたんですが、この次のターンに来るね、雷撃が非常に痛いので、これを受けてしまうとパーティーがね、半壊してしまう可能性があります。ということで私は、もう両方のビットを壊してね、無敵が解けた瞬間に AF で切り崩すという作戦をとっています。これだとね、雷攻撃を受けずに、簡単に倒すことができるというようなことなのでね、参考にしてもらえればいいかなと思います。